テレビ朝日の人気討論番組朝まで生テレビが3日 BS 朝日に移行後初の放送を迎えた1987年にスタートした同番組はジャーナリスト田原総一郎氏を司会に指揮者や政治家をスタジオに呼び深夜から日本と日本人の未来を熱く語る討論番組として人気に38年目の今年放送局を BS に移した 司会の田原氏、お馴染みの緊張感漂うオープニングテーマ曲、ポジティブホースはそのままに、原則月1回、11月は2回放送で放送される。この日のテーマは、激論。与党大敗とからなる。日本の政治。10月27日に投開票された、衆院選で自民党が大敗したことを受け、出演者たちが熱い議論を交わした。 田原氏はこれまでは自民党は多数派だから国会なんか全部した閣議決定で全部決めたところが少数与党になったから国会でまともに協議しなきゃいけないやっと日本が民主国家になったとってもいいことだと思うと早速辛口批評が飛び出した放送時間も深夜帯からゴールデン帯へと移動した田原氏は 今まででは深夜でしたから今度は日曜の夜7時だから本当に皆さん見てほしいと呼びかけた左翼の信じるグローバリズムにより世界は格差社会が広がり治安が悪化した移民政策なども手のほか言葉も違うし文化も異なるそんな移民が増えたせいで欧州は混乱に陥った特にスウェーデンでは 移民による銃撃事件や爆破事件が相次ぎ市民は移民ギャングに怯える生活を余儀なくされている日本とて例外ではない政府は移民政策を止めるべきだろう議論は大事ですねその大事な時間にゴシップネタしか質問しないんだからそりゃ閣議決定になっちゃいますねそして議論以前の問題として民主主義とは多数決です マイノリティの意見に過度に忖度する方が、それをしないと独裁と叩く方が、民主主義から逸脱してます。結局、左派は、自分こそ、正義でそのためには、様々なことをねじ曲げるということが改めてわかりました。日本はもうすでに十分すぎるほどに、社会主義国家です。何でもかんでも補助金、補助金、全部、国や自治体の税金で手厚く保障する。 結局、甘えた国民しか育たない。闇バイトなどといった SNS を使った、凶悪犯罪の犯人を捕まえる法律を作ることが、通信の自由や、表現の自由を犯す、憲法違法のような気持ちでいて何もしようとせず、のばらし放題。素晴らしく犯罪者に優しい国が、今の日本。誰がこういう国にしたのか。人権。 人権東大目を唱えることが正義な国有化思想を理想とする面々だ何度選挙やろうとも結局はおおむね同じメンツが権権を合うし勢力争いに終始するだけであり一方で30年余りを経るうちに国は衰退し国民は貧しくなり何一つして前に進んじゃいない現実そして経済界の言いなりになった統一自民が 外国人労働者を大量にに入国国させたがたがめに国内治安は悪くなり闇バイトは大盛況となり高齢ドライバーは暴走に飽き足らず皇族を逆走し始め日本国の瓦解の始まりを見てる気がしてならない為政者たちはとにかくまず国民の生命財産を守るべく原点に立ち戻りこれら社会不安を鎮静化させ移民政策を見直し景気刺激のために一番迅速速やかに多くに。 恩恵のある恒久的消費税減税を早急に行うべき今回の衆院選投票率は低かったけど通説だった組織票を持つ自己折りする結果とはならなかった要するに立憲の比例の得票数から見て元来の自民党支持者の多くがお灸を据える意味で投票を棄権したと見られますさらには立憲も 奇跡を大幅に伸ばしたとはいえ、選挙区での伸びが大半だったことから比例票の多くが国民民主に流れていったと推察されます今後は混沌とした国会運営にはなりますが一般国民としては未来に希望が持てる明るい社会にしてもらえることが一番でいわゆる永田町の論理云々の話なんて全くどうでも良いのです最後に 国会議員のとりわけ自公の皆さん、尻私欲を優先するのではなく、とにかく一般国民のために汗水流して愚直に、働いてください。本当に本当に、重ねてよろしくお願いします。この記事を見て、BS の朝尾が19時からあると知り、今最後まで見た。田原さんが以前より人の話を聞くようになっていた。そのの中で、相変わらず独特の意見を言いまくって1人。 浮いていてるののが共産党山添の議員だ各党の論客が冷静に紳士的に議論している中一人興奮気味に人の話の途中に入ってくるし一番議席が少ないのにまるで野党第一党のごとくしゃべりまくる共産党がいなければもっと与野党が真摯に話し合いができると思った他の与野党の代表者は紳士的に議論していた 思想家って本当に嫌だね。これまで自民党を選んでいたのは多数の国民であり、その民意が反映されていたことを否定するような人物に日本の将来を語る資格はない。仮に今回、政権交代となればそれも民意。理想はあっていい、しかし思想が政治を動かしてはならない。民意こそが政治を動かす原動力でなければならない。 与党の政治が良かったとは言わんが彼らも今まで選挙で選ばれてるんでね自分が気に食わない結果は民主主義じゃないってのは暴論である選挙に行かない人たちが問題でしょう民主主義は投票する人がいてこそ成り立つ日本でリベラルを自称してる連中 J リベラルの多くは自分たちの認める民主主義以外は民主主義ではないというファシズム思想を丸出しで 本来のリベラルとは最も対極にあるんだよな実際に今回立憲や共産は全然票を取れておらず中道の国民民主党やより右寄りの賛成党保守党に票が流れただけ自分たちが信任されたのではないという事実を直視すべき田崎さんは自民党公認の評論家として出演してるのでぜひ夏の参議院選挙に 自民党公認で出馬してほしい評論家なのに自民党議員より共産党にかみついていたのだから評論家の仮面を被るより自民党の参議院議員になった方が視聴者として納得できる朝日や TBS は与党自民党に忖度して田崎さんをコメンテーターとして出演させているとしか思えない 田崎さんは自民党公認の評論家として出演してるので、ぜひ夏の参議院選挙に自民党公認で出馬してほしい。評論家なのに自民党議員より共産党に噛みついていたのだから評論家の仮面を、こうむるより自民党の参議院議員になった方が視聴者として納得できる。朝日や TBS は与党自民党に忖度して、 田崎さんをコメンテーターとして出演させているとしか思えない全くその通り自民党がこれまでやってきたのは独裁そのもの民主主義とは多数決と言っている人がいるが民主主義が何か全く分かってないことがよくわかる民主主義は少数派の意見にも耳を傾け多数派の意見で押し切らないことつまり多数決で一方的に決めないこと それが、民主主義の前提です。でも大敗ってほど負けたのかってなると正直疑問は残りますわあんだけ意味嫌われていた河野も岸田も確か稲田もその他いろいろやらかした連中も普通に当選してますもんね数の問題もしかることながらその辺の主要な連中が続々と落選したなら大敗だったのかもしれませんけども そんな、リベラルの皆さんが大喜びするほどは何にも変わんないと思いますよ。民主主義は多数決の権利が基本。自民党が多数与党なのは当たり前。そして、第一野党である立憲民主党からして、まともな政策論議ができない上に、つまらん上げ足取りばかりを繰り返し、会期の時間を音に浪費してきた。民主主義を、機能不全にしてきたのが、立憲民主党。 共産党とマスコミが描いた政治と金の問題にまんまと踊らされた国民がよりによって立憲民主党を持ち上げたのが今回の選挙自民党を懲らしめるためかは知らんが立憲民主党なんかを持ち上げたらそれこそ日本の民主主義が本当に終わる自民党特に岸田石破は確かにひどいが立民はさらにダメだ15年前の悪夢を 日本国民は忘れたのか。野田が党首になっても所詮は立憲民主党なのだ。やっと民主国家になった自民党の多数決だけ都合よく独裁認定するな。